本日はうちくるの収録ということなんですけれども、今回のうちくるはですね、ちょっといつもとは違います。いつもは、並び順の店ならね、開店前に、ぶっちゃけね、ふらーっと現れて後ろから入場して、で抽選の店なら抽選の本当直前に現れて抽選引いてって感じなんですけども、ただいまの時刻はですね7時55分ということで、非常に朝が早うございます。本日は神奈川県は横須賀市に来てるんですけれども、神奈川県9時オープンなんですね。だから7時55分っても開店まで1時間ちょっとなんですけど、なぜ僕がこんなに早く並んでるのかと申し上げますとですね、実は今回、大体こういう収録っていうのはまず収録ホールが決まる、つまりその時点で日にちが決まるわけですよ。でその後演者が決まって、よしじゃあ収録やりましょうってなるんですけども、今回ですね、なんと V プレス側からこの日にやってくれっていうのをまず日にちと機種ありきで実は決まったんですよ。でその機種というのが寝台の北斗の拳友でございます。でそれ誰が打つかということで僕選んでいただいたわけなんですけれども、今日は北斗が打たなければ打てなければ話にならないということで、僕は朝早くから並んでるわけでございます。本日9月9日なんですが、北斗の拳寝台3日目でございます。でさらに9月9日と9が並んでる日とね、いうこともあって、並びも予想されるだろうということで、寝ぼけまなこで並んでるわけですけれどもね、その北斗に関しては僕寝台初日ね、実はちょっと打つことができまして、すでに北斗の拳友は触ってるんですけども、もしかしたらこういうね、V ペース動画と無料動画をご覧の方々なら、僕が結構その未だにね、北斗の拳天性の将ではなく北斗の拳救世主を結構打ってるっていうのはご存知かもしれないですね。で基本的にはその北斗の拳友は天性よりも救世主を踏襲したゲーム性になっております。もっと言えばその前の4号機の初代北斗を、踏襲したゲーム性になっておりますんで、でも寝台なんでね、僕ちょっとまだ全然勉強してないんですよ。勉強しないといけないんですけど、ここモザイクかけてくださいね、モザイクを。僕はパスト秘書ガイドというね雑誌で主にやらせていただいているので、ここはモザイクでお願いします。ガイドはねちょうどいいのがなかったんです本当に。今僕はスパを読んでます、スパを。ただいまーす。前の人の生き方を。ございます。ございます。ございます。前の人を追っていかないと、北斗の場所がわからないと大変なことになる。頼むぞ前の人、北斗に行ってくれ。ございます。あ、来ました。無事取れました。朝早くから並んだ甲斐がありましたよ。改めまして、こんにちは。モロズリゲンズブールです。さあ、本日はうちくる特別編ということで、こちらは神奈川県横須賀市にございます。PS1 さんに来ております。ただいまですね、入場を終えまして、無事狙い台の北斗の拳友が取れました。今から実戦開始というわけですけれども、冒頭でもねちょっとお話ししましたけども、今日はもう北斗を打ちに来ておりますから、取れなければ意味がないといったところで、とりあえず第1段階クリアといったところですけども、こうやって、ね、特別編でわざわざ北斗を打ちに、来てるわけですから、もちろんねただ打つだけじゃつまらないということで、今日はなんとか勝利を目指して北斗ランドを行くことを目標に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
戦開始です。よいしょ。コイン入れてジャギステージですけど、多分ここはねランダムだと思うんですよね。まあ救世主もそうでしたし、初代もそうでしたし、転生もまあそうか。朝市はさすがにね、高額移行率には設定差は設けられてるんじゃないかなと思います。もうシリーズ共通ですからね。だからこの後どこのステージに行くかとか、まあ、どういう椅子が発生するか、そこは結構重要ですね。まあ、例えば第三停止でアクションが起こるとか、レバーオンでアクションが起こるとか、その辺はね共通だと思います。救世主と一緒。あら、最初のステージ後がシン、もしかしたら定格スタートかもしれないですね。まあまあまあ、よか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 、とりあえず中段チェリーを目標に張り切っていきましょう。今日はですけど、第2停止で服脱げて赤だったら、今作もね中段チェリー濃厚なんですよ。まあ、これも初代からの法則ですよね。そういうところをきちんとね継承したのはいいと思う。今第1でしたね。今は第1だった。今のは第1。逆に第1がほとんど角地なんだよな。さあ、ただいま最初の50枚がなくなりましたけども、ゲーム数は46ゲームということで、まあ本当冒頭でもね話しましたけども、新基準ということでね、非常にコイン持ちはいいです。で、まあコイン持ちが良くて、でなおかつ高純度ということは、やはりどうしても通常時の初当たりはならざるを得ないわけですよね。まあ、それに対しては正直賛否両論いろいろあると思います。ただもうね、今後パチスローを打っていく上で AT 機を好んで打つのであれば、もうこれとは向き合っていかないといけないですよ。もうこういう機会しか作れないわけですから、どんなに頑張っても、もうそういう決まりなんだから。もうこれがね、まあ、例えばコイン持ちがいいから逆にだるいとか、そう感じるのであれば AT 機を無理して打つ必要は僕はないと思います。逆に高純度がいいっていうのであれば、もうここに目をつぶってでも、初当たりが重いということに目をつぶってでも、やっぱ打たないといけない。そこはもう仕方ないですよ。まあパチスロなんてね、言ったら別に誰に強制されて打ってるわけでもないんだから、みんなね趣味で楽しく打ってるわけだから、文句があるなら打たなきゃいいだけですからね。まあもう極論ですけど、結局そういうことですよ。へい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 、来たよ。本日一発目110ゲームここ大事、ここ大事。 25%、 まあ今降格ではないでしょうからね。たださっきユダでね右選ばれてリプレイだったんで、なくはないですけど降格の可能性も、ただ何も言えてないんで定格でしょう。第3でしたアクションこれない。いや結構期待できると思いますよ。まあいかんせんまだね経験値が少ないんで何とも言えないとこありますけど、あー第3見渡し、いいよいいよいいよ。誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。僕の周りからはもう誰もいなくなった。でも強いやつ、いやー頼む。残り12ゲームダメか、ダメなのか。ダメっすな、当たってなかった。いやー、あれで当たってないか。やっぱちょっと今作は分かりづらくなってますね。弱スイカ、まあ弱スイカはおそらく単発ではねさすがに期待できないでしょうから、まあこの七星ランプっていう言い方がいいのかな、
これが光ってる間に、まあ、またスイカないし中段チェリー引いてどん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 点灯させていくでチャンスオンにつなげるといった、まあ、そういう役なのかなと思います。まあ、もちろんモードアップもねそういう役割も担ってるでしょうし、たまには直当たりもあるでしょうけど基本的にはそういう役割でしょう。もうすぐ500枚がなくなりますけどゲーム数がですねなんともうすでに500ゲーム超えてます。めっちゃ回るわ。あ、これで負けるだけじゃない。あ、2連続攻撃しかもここでスイカしかもまた強スイカ効果が上がってれば熱いでしょ。これはジャギ、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 おいおい、いや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 、今度こそジャギですよ。もういい加減です。おいしょか。あーでも第3停止でリンつまずきなんでまあ上がってんじゃないかな。旧ステージとかに比べると多分ね内部状態とステージはリンクしにくいんですよね。それはね初打ちの時に感じましたって言ってたらさっき言ったおいいかにしろよ。さあ、強水か強水薬ときてその後チャンス目引いてるんでこれはもしかしたらあるかも。だどの強水かで上がってたかですよね。最初の強水かで上がってその後強水かでチャンス目なら当たってる可能性は十分ある。いやー上がらんねー。上がってますぐ落ちたのかもしれないですけど。ひでえはあんまりだろ。ひでつければ何でもいいと思わないよ。ひでえはないよ今回ね。断末魔がね若干適当になってるんですよね。見てもらったら分かるように、アメシとかひでぶを連想させるようなことを結構言うんですよ。だからまあ実際にアベシとか言ったら熱いんでしょうね。多分分かんないけど、まだ確認できてないけど、だからと言ってね、ひでえ言わないよ。言わないでしょ、ガーやられてひでえって。いや、それだったらアベシとかひでえも結構無理あるか、もともと。3発目の中段チェリー。もうここまで来たら行きましょう。天井が AT のみなのか、それとも何か得点があるのか、北斗ランプが出てくるのか、計測率が優遇されてるのか、何かしら見えてくるかもしれない。おいおい、もういらんって、本当にもういらんって。よしよしよし、危ねえ。もう本当いらん。中段チェリーだけはもういらない。余計なことはするな。もうやめろって。だからふざけんなよ、当たんなよマジで。もう出なくていい、本当にもうチャンス役自体出なくていい。スイカも出なくていい。みんな出るのは AT 入ってからにしよう。まとめてこい、 AT 入ってから。言ってるそばから、もうなんかバカにしてるでしょこの台。いやー、開店から2時間だって当たりないの久々っすね。本当になかなかない。もう1500円ブロイ、やめろってたから、もうおかしいでしょ。絶対おかしいわ。
完全にとどめを刺しに行ってる。この死へのカウントダウンを乗り切れば無事天井に到達しますよ。これがなくなった頃にはゲーム数は1530になります。残り32ゲーム。うわっ本気出せよ、本気出せよ、もうここ一番の力出せよ。いいよ、いけいけ、いけよってやれ、いけよって、いけ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 、いいぞいいぞ、ハート頑張れ頑張れ、よしよし。おい、バット出てくんなよ。またやっちまった。1524ゲームでございます。ちょっとこれはあんまりだ。まあまあ得点わかんないですよ、後にね、僕は解析を見て。あ、 AT 出てくるだけだ天井は。じゃあ別に良かったってなるかもしれないけど、今はそれ、そういうのじゃなくて到達することに意味があったのに、どうなるのか見なかったのに。黒いの空へ、もうん、分かってた。投資がですね1650枚です、まあ、ここまでハマった割にはというところですけど。お、なんだ、転生したんです。よし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 、謎上乗せていきましょう。もう一丁。あー弱いね。あ、いった。波動に行けば AT レベルが一番下でも継続率は 60% です。おっ、今日ほら、あー落下よ。今のは中段チェリーであってほしかった。お、2連続。熱い。第3でまだ見上げてます。あー、さあ加藤、ここは加藤。あー、やっ、プーン。いいね、うまいうまい、ここで外れにいた。よいしょー、30。延命延命ですよ。あー、バトル第3停止大事、第3停止は大事。お願いします。いつもとパターン違うやつ。足こい、足、お前の足じゃねえ。あ、でも北斗七星ありましたね。で、今これもう一個なんか光ってる。これ大丈夫なやつじゃない？あら、奥義を、奥義をされてますけど。1500万待ってんすよ、こっちとら。2時間かけてやっと当てて、ものの5分足らずで終わるわけがない。おいおいおい、お前
よいしょー、もう何でもいい何でもいい、次は何でもいい。お、えらいやつだ。あのもう一発するんですよね、もう一回攻撃するんですよ。バトル中にいた派生の声かな。おい、行け行け、ここに注目ですよ。さあ、ここから100超えた、よし、まだいける、まだいける、まだいける、もう一丁。うわー、150か。まあ、よかよか、十分十分。よし、これで200枚です。ダメか。さあ、継続率は 50% でしょう。お、喋ってる。喋るのは一応チャンスアップだと思うんですよ。まあでも普通に負けますけどね。飛ぶなよ飛ぶなよ飛ぶなよ。ああ、飛んだ。2連か。今回の豪勝派ですよね。394枚。いやー、もうちょい伸ばしたかったっすね。いや、問題次のあたりはどのぐらいで引けるかですよね。またあんなハマっちゃったらもうどうしようもない。剣来い、剣。おっ、絶対負けだと思った。今のは絶対負けだと思った。サウザーはね、なんかこう視聴性らしきものもあったから、まあ内心大丈夫だろうと思ってましたけど、ここは絶対負けると思った。よし、何も引けず最後。よっよっ、今日は第三停止上手。たまにはいけよ、ケンシロー。飛ぶなよ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 、飛んだ。さすがに無理ですよ、2連続は無理。495枚。まあ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 、約500枚。この北斗姿勢って毎回あります？いつもいつ、いや、そういうのね、ダメダメダメ、多分いつもある、多分いつもある。ほらほら、いつもある、いつもある、いつもある。復活してほしいがあまりに、なんか変なことを言い出すあるあるですよ。これ高設定なのかね。朝あのちょっと話したじゃないですか、チャンス目とかジャックシェリーとか、このランプがつかないチャンス枠でのチャンスゾーン当選は設定4以上の可能性がかなり高くなるらしいんですよ。だから今 2,3 ゲーム前に引いたチャンス目で当たったってことでしょ。いや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 、マジか。うわー、それで出せてないだけってことかね。で、伝承の時は、まあ、チャンスの2つある方の、まあ、弱い方のやつというか普通の方のやつですね。ヒデブがここに溜まってって、ここの数字がそのまま AT 期待度になります。だから30いったら 30% で AT 当選。で、20ゲーム消化した後にバトルに発展して、それに勝てば OK です。お、チャンス目。
ダンス面で5しかたまんないのか。あまりしか入らんのにちょっと難しくないこれ。OKOK。 これで15。15% か。ハート出てきて終わりでしょう。いや、ダメだ、ダメだ。シューも結構強いですから。あ、当たった飛ばしてしまった。190ゲーム。いや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 、今のはびっくりするわ。2ゲーム完結で、しかも15でしたよ。いくぜ。暗いのか、暗いの。長い長い、関係ないと思うけど。黄色、あー白か。せめて黄色ぐらい出てくれよ。ですよ。あ、偉いやつだ。よし。